はい、ということでね、今ね、和倉温泉に来ています。日本一の旅館、かぐやに、ね、泊まりまして、その後は、今から乗るのはね、花嫁の連合です。観光列車としてね、最近デビューしたね、花嫁の連合、ちょうどね、ここに写真がありますけれども、日本の旅は北陸にあり、まさにね、こういう感じのね、観光列車がありまして、この3人用のね、観光室を取りましたんでね、ちょっとじゃあそれに乗っていこうということでね、よろしくお願いします。いや、満席ということでね、やっぱ人気なんでしょうね。花嫁の2号というかね、これがね、1号車。1号車は割と、そうですね、この、まあ、個室ではなくてね、普通にフリースペースのような感じで座席が連なっています。これが1号車。そして2号車がちょっと個室みたいな感じになってまして、こういうね、仕切られたスペースで2人用、3人用、それから4人用の個室があります。まあ、個室というか半個室というのが正しいと思いますね。まあ、後ろの方はこういう感じになっています。なかなかかっこいいな。やっぱり雪とね、合いますね、和倉温泉駅。この和倉温泉駅ではちなみにね、能登かがり火号、それからサンダーバード号、これが出てますけれども、今回はこの3種類出てるうちの1つのね、特急電車、花嫁の連に乗っていきます。車体のね、色合い、それからね、こうデザインなどを見てみましたらね、加賀の伝統工芸品ですね、輪島塗、それから加賀友禅などといったね、こう工芸品、それを彷彿とさせる、そういう風なデザインでね、こう日本のね、美というんですか、なんというか美しさ、まだそういうのを感じさせることができる観光特急になっています。中に入りましたら、まずはワンステップ、だから車椅子はちょっとね、難しいかなと思うんですが、こう至る所に内装ではね、金箔、金沢では金箔が有名ですんでね、そういうのが施されていたり、まだトイレはね、バリアフリーに特化していて、まあ、高齢者の方なんかもね、使いやすい、そういう風になってると思います。それから、こちらの車両に行きましたらば、伝統工芸品、そういうものをね、軽く軽食なども売っているカウンターがあって、アテンダントさんがね、こう着物を着ていることですね。床はね、カーペット引きになっていてね、飛び石をね、彷彿させるような、そういう風なデザインになっています。僕たちが座ったのは3人用の半個室、大江の間というところです。いろいろね、あって、8個ね、個室があるんですが、それぞれに名前がついていて、2人用、4人用の個室があります。和倉温泉駅、雪が、降るね、和倉温泉駅、またいいもんですよね。まあ、例年ならね、もうちょっと降ってたと思うんですがね。それから、まあ、天気もね、といったね、ところで、ちょっと曇ってるなという感じ。でも、しっかりとね、こう、まあ、木でね、ちょっとオシャンティーな感じで仕切られていますんで、それなりにね、プライバシーはしっかりと確保されています。婚礼当日に花嫁は、お客先に掲げられた、こののれんをくぐり、嫁入りをするという、北陸の伝統文化があります。観光特急らしくね、こういう風な花嫁のれん、それの由来についてね、車掌さんからも、車掌さんからもね、こう案内がありました通り、なんかこうね、新婚さんがね、こう縁起担ぎでくぐる、そういう風なのれん、そういう風習があるみたいですね。またこういう雪が降る中、まあ微妙な曇天の中ですけれども、疾走する、またこれも気持ちいいもんです。遮るものがないからね、都会と比べても。それではね、僕たちがこう座った大江の間、ちょっとね、見ていこうというふうに思います。まずはね、こう3人のスペースでね、割と広くね、やっぱり取られています。普通のボックスシートよりもね、広いスペースが取られています。ライトがついていて、これで明るさをね、補充しています。それから仕切りがね、またね、さっきも言った通り、オシャンティにね、ちょっとこう透けてる感じが、またね、これもよくて、よくできてるなというふうに思うんですが、背面にも柄がついていて、こうね、なんか点々、反転模様、そういう感じ。それから、まあ、座ってみたらね、ちょっと垂直でね、あまりこの乗り心地に関しては、まあ、そこまで、配慮されていないのかなというふうに思います。シェードの柄もね、特に普通でしたね。フリーストップ、僕は好きです、本当にね。記念乗車証がね、もらいましたね。こういうね、なんか、切符をね、ホルダーするところもあってね、こういうふうにね、こういう感じでね、ここから今からスタンプを押したいと思います。列車はね、七尾駅に到着です。七尾駅を出た電車は白石駅、それから終点の金沢駅の順に止まっていきます。停車駅は2つですね。もちろんね、こう流れる景色を見るというのはね、新鮮で楽しいんですが、まずそれ以上にね、個室ということで話が盛り上がる、それもまたね、一つのこの楽しみ方だというふうに思います。
ります。座席の周りなどお忘れ物ないようお支度をしてお待ちください。車掌さんの声でね、ハッとしてね、あ、もう金沢に着くんだということでね、それほどにね、こう3人のね、会話が弾んでおりまして、これもまたね、個室ならではの、それから観光特急ならではのね、またこれもね、良さだというふうに思います。車掌さんがね、金沢駅、それをね、紹介してくれましたけれども、今ね、入線している金沢駅4番線ホームなんですが、他のね、1番線、2番線、3番線とはね、ちょっと離れたところにあって、奥の方にあるんですね。花嫁の連専用ホームとしてね、壁にもね、花嫁の連と書いてありますけれども、深々とお辞儀をされる方がね、こう外国人が見たらね、ワンダフルと、そういうふうにつぶやきそうですね。今のは適当なんですが、日本のまたこのおもてなし、これがね観光特急になるとね、なおさら現れる、そういうふうに思います。はい、ということでね、金沢駅着きましたけれども、この花嫁の連合を乗ってね、いやよかったですね、本当に、ね、作り込まれてて、3人用、4人用の個室もあったりしてね、和気あいあいとした、ね、空気でした。それから中にね、明治さんのねお土産があったりだとか、しっかり配慮されている、バリアフリーにも特化している、そういう電車でしたね。ただ車椅子の方はね、ちょっと乗れないかなというふうに思います。あとはまあコンセントとかね、1時間の乗車なんでね、いらないと思いますけど、こうリクライニングとかね、なかったです。まあ別に全然苦じゃなかったですし、個室なんでね、結構こうワイワイとね、遊ぶ、楽しむことができました。またね、ぜひ料金も指定席料金だけでいいので、ぜひね、自由席はないんで、しっかりね指定券買ってもらって、ぜひねこうグループでね、ご旅行される際はね、ぜひ乗ってみたらいいかなというふうに思います。まあそんなところで、またね、次の動画もね見てもらったらいいなというふうに思います。ではありがとうございました。失礼します。はい、金沢駅です。チャリコ行ってね、兼六に行って、ずぶ濡れになってね、今からね、とうとう旅も締めくくり、京都駅に帰っていきます。いや長かったね、3泊4日の旅もね、もうそろそろね、このサンダーバードに乗って、ね、それでね終わろうとしています。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。このね、東京金沢旅行記、全部で8話ですね、2ヶ月間にわたってお届けしてきたんですけれども、こうね、自分としても思い入れ深くてね、始めてから今に至るまでチャンネル登録者数もね、400人以上おかげさまで増えることができまして、またね、これからも一層のご贔屓どうぞよろしくお願いしますということで、次からもね、また何本か挟んでまた新しいシリーズが始まります。そして、夏からはね、最長片道切符が始まるということで、ぜひぜひね、皆さんコメント等をいただけたら嬉しいと思います。何よりね、最後に一緒に旅行に行ってくれた2人の友達に感謝して、この動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。